はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ブレイブリーセカンド、では前回の続きからやっていきましょう。またサブイベントの方が発生してますね。これ同じとこか、また同じとこでイベントが発生というとこで、まあまずはサブイベントからですね。もうこいつらはそのまま、うわ、これ刺すとまずいな。オッケー。そう、これなんかまとめて攻撃できるみたいですね。1、1、2、3、ほいほいほいっと、あれ、殴れ。うわ、熱そう。でも固定してるから大丈夫か。でも熱が伝導してきそうですね、固定だと。レベルアップ。町の名前覚えてない。なんだっけここ、湯の花。おお、湯の花だ。サブはこっち、こいつか。あれ、いっぱい人がいる。こんないい天気の中団子食ってんのか。現代にそ、うん、どうした。いやー、さっき人が増えてる。目の団子が減ってるんですよ。ふし、で、こうしてる。うん、これは事件だね。マトス。そうだね、ホームズ。え？この団子の所有者が。まさに失踪事件だね。営利目的の誘拐事件か。何この人たち。あ、こっちも。お、ホームズ。面接。そろそろ。おっと。で、ラツワンの鬼警部と敏腕の私立探偵、どちらの面接を受けるつもりだい？ああ、警部の場合は公務員で、私立探偵の場合は、正直、まあ会社員ですね。決めかねているんだ、ワトソン君。それはわらびも。それにしても君の賭け、今度死刑に赴任してきた警部は君の遠縁に当たるんだろ。死刑に。確か。ああ、名前はハインケル。もう片方の私立探偵に、今をときめく沈黙のくのいち探偵キキョウも。ディーズさん、どちらもお知り合いみたいですね。うん、少し。何言ってんのよ。ハインケルが警部で、キキョウが名探偵になっ。あなたたちは。てか、こんな知り合いじゃねえ、もなんでもない人に。今日の面接は中止だ。ナイトのアスタリスク所持者、元は広告軍空挺騎士団のだ。騎士道精神を持つ熱い男、果たして今。いや、だから警部だって。ハインケル警部。シュタルクフォートで殺人事件だ。フム。だからそう言っている。ハインケル。イデアか、聞いたろ。今忙しいのだ。話なら後にしてくれ。結構そのまま普通にスルーするな。先に行っているぞ、ホームズ。区内だ。これは手紙が来ているですね。シュタルクフォートで起きた殺人事件の推理依頼。卑怯おばさん。おばさんなんだ。忍者のアスタリスク所持者、元は広告軍第一師団黒。スガーでは他人と会話できない極度の上がり、果たして今。いや、だから私立探偵をしてるんでしょ。口で直接言えばいいのに。そうだね。面接なんてできんのか、そんなんで。ちょっと待って。広告軍空挺騎士団の団長アルジェント・ハインケルが。空挺騎士団の団長の方がなんか偉そうな気がするけどな。降格してんな、警部って。黒金の刃のくのいち。まあ、そうだよな。もう何がなんだか。黒金の刃とかもなくなったのかな。探偵サークルの一員ですって。サークルかよ。しょぼいな。探偵サークル？いいえ。学校は卒業したけど、定職にもつかず。ニートだな。なんだ。二人とも僕より年上。でも、いい年して何やってるんだ。すごい家系ですよ。祖父が世界的に有名な私立探偵。てか、この世界にも私立探偵とかあんのかよ。母親が著名なミステリー作家。警視総監って警察
なんて今まで一回も出てきてないぞ。そして父方母方の親族で、どうして私に、まあまたどっちかに肩入れするんだろう。はあ、現場はシュタルクフォートって言ってたっけ。シュタルクフォートってどこだっけ。全然覚えてねえや。なんかアイテム買ってこうかな。1万円あるし。よし、とりあえず魔法は今どんな感じだっけな。S 長は買おう。完全言えもする。ギフト、イノセンス、スピードアップ、デジタルガード。よし、魔法が全部揃った。うん。これでお金が尽きた。アイテムを買おう。ちょ、おめえ猫かよ。友達データ更新、コム太郎。攻撃アイテムをちょっと使っちゃいましたかね。ボムのかけら3つ。これ2つ。天狗が、うわ、1つしか買えない。193円。常に貧乏だな。常にお金を持ってない。あれ？そういや、寝たっけ？寝てない。マジックパーが減ったままだ。190円で寝れるか？ああ、50円で寝れる。よしよし。危ない。よう明かせないところだった。よし、殺人事件が起こって一晩明けましたね。もう捜査の方も進んでるのかどうか。シュタルクフォートってこっちか。一回も行ってない気がするな、まだ。こいつらで普通に殺人事件起きてそうだけどな。もう完全にやる気満々だろう。これで2人での犠牲者。これ撲殺してるぞ。お、ここか。シュタルクフォード売買物件。いや、今これ売り地なんだ。お、宝箱が2つある。ここにありそう。ない。あとはこっちの方か。人がいる。猫がいる。うんうんうん。こいつの隅か。お、第一のドラムだ。やった。あとは、猫じゃらし。こいつ何者？知らないよ。セタンタって何？ここ敵出んの？殺人事件ってこんなとこに入ったらモンスターにやられんだろ普通に。エーテル。これは？あー、取れない。おお、コンジャラ。あ、ストップ。マジかよ。そのままストップしてるし、めっちゃクリティカル出る。おら、ブライン、うざーい。え、マジか。全然当たんね。お、めっちゃミスってんな。銃はそこそこ当たる。しかもこれ暗闇って継続するっしょ。目薬8個か。まあ S 長があるからな。 S 長があるか。こっちは何にもない。こっち階段。真ん中は？電線の予感か。ちょっと待って。うわぁ、もうリピート解除できなかった。これで押し切れるか？よし。二人でいけんな。頼む。おぉ、ごっついやつが出てきた。結局攻撃でいいや。一体だし。カウロスゾンビかよ。この地域は死体が多いな。おばあさくら。いったー。つらい。めっちゃダメージ食らったな。基本防御力ないからな、みんな。
こも上に行けるし。さあどっちから行くか、まあ、右から攻めるか。そもそも売り物件に入り込んだ段階でダメだろ。あそこに宝箱がありそうな、なさそうな。1200円か。おお、なんかごっついな。よし、見て、早い。何レベル ?34 レベルで、34レベルまでか。こっちなんか怒ってかな。何にも怒ってない。右は宝箱を回収して終わり。じゃあ左で最後に真ん中行ってみますか。こいつらか。ほら、波動拳みたいだな、こうやって見ると。強い。でもみんな強いな、こんな魔物を相手に突き進んでいくなんて。お、3匹出てきた。あ、1人1体倒せるよな。お釣りが出てるし。3回。おー、1点、狙われやすくなった。まずい。あ、そうだ、イデアは1人で倒せないんだ。行きがけのダチン強い。あそこに宝箱が落っこってる。宝箱っていうか物が落っこってる。レモラの煮干しって、これなんでこう食材を拾うんだこいつらは。まあ、貧乏だからしょうがないか。常に貧乏生活だからな。あー、ミスってる。ハープーン。広いね、宝箱。シュガーローフ。頭装備してるやつ誰だっけ。こいつ頭装備してんな。シュガーローフ。おお、強い。こいつは頭武器だしな。イデアは下がるな。アイアンなんとかの方が強いか。ごっついな。うわ、死の選択。全員かよ。全員一気に死んじゃうじゃん。まあ一旦で型をつけるけど。ほら、ぶん殴ってやる。全員死の宣告って、みんな死んじゃうじゃん、同じタイミングで。トゲトゲの犬。あ、早い。犬だから早いな。
そしてヒット数も少ない、回避率が高いのか。さすが絶対4ヒットするな。ロックオンじゃなくてなんだっけ、なんかそんなアビリティつけてるから。真ん中だけモヤがかかってる。どっちだ。よし、フェニックスの王。ここは何もないのかな、なんか真ん中何もねえし。騙された、連戦の予感。待て、うわー遅かった。何体かかる、3人投入するかこれ。お、2人でいける、クリティカルが出るか。いやダメだ、イデアじゃ倒せない。あー倒せない、ユウ一人でなんとかしないといけないのか。これはきついな、きついな。とりあえずまあ4連射はするだろう。どうしよう、ゼウスの怒りを4つ使うか。開いた開いた、500だから2000は当たるな。2000で死ね、死なない。敵も強くなってる。一人といくつ、あ全然わからない。バーサクだー、無敗。お、勝って、マジでパワーいくつなんだよ。いっていっていって、死んだ、戦闘不能になった。いや強いなぁ。蘇らせないと。で、廃校舎。廃校舎もなくなってきたな。マジックパワーを節約してるから。あ、宝箱全部取ってあるし。ここも宝箱は3つ。青い宝箱、これもカウントされてるからね。おお、まあ、ただ攻撃してれば倒せるっていうのは。これで1000、1700。全然計算が追いつかない。あれ、なんかすげえかわされてる気がする。デーモンめっちゃパワーあるな。痛い。お、バラージ。バラージって何？ちょっと見てみるか。バラージ。同一ターン内での攻撃行動を取った回数に応じて、与えるダメージが上がっていく。お、いいね。これ何？アビリティをつけるってこと？お、つけるってことだ。どうしようかな。物理攻撃じゃなくて物理防御をちょっと下げるか。完全に攻撃特化だな。要は攻撃いっぱいすればダメージが上がるってことでしょ？エクスポーション。こっちの方は？ウェイブアタックじゃなくてリピートで全然いいし。おらな、波動拳開いてー。561、おバラージ585、バラージ676、775、あった、攻撃力上がってる。索敵覚えた。よし、猫使いもこれで終了だ。索敵をつけよう。ちなみにどれを外せばいいんだ。リベンジャー、
あ、でもな、魔法防御 20% アップいらないな。よし。で、こいつをクロマトーシにしましょう。いた。クロマトーシ用の装備ってあったっけ？全然ない気がするんだけど。白銀のロット。アミュレット。これは魔法攻撃力が上がるからつけといて。で、アビリティは白クロマでいいよな。白魔法のケアルダを使いたいかな。あれ、階段2つある。うん、宝箱。ゲット1500円。左下の方に行ってないですね。結構長いな。うん、宝箱らしきものが見えるぞ、下に。おお、しまった。しまった。攻撃だとイデアが超弱いんだよ。くらえ。バナージー。息がけも発動するのか。これ魔法にするよりも攻撃で押した方がいいな。攻撃のアビリティいろいろあるんで、あんまり魔法にこだわる必要もなかったかな。もう今更だけど。あれ、おお、蜘蛛の糸。ってことはあの宝箱だけだ。え、どうやって取りに行くのあれ。うーん、怪しいところから探していくか。ここ怪しいよ。いけないの。こういうところとか行けないのかな。あ、行けた。ちょっと待って、リピート解除しなきゃ。まずい。よし。で、まあこいつらは攻撃でいいだろう。マジックパワーすぐなくなりそう。ファイだ、敵全体。ブリザラ、敵全体。サンダラ、敵全体。で、なおかつ、エアロが、エアロラか、敵全体。よし、オッケー。一回の戦闘でどんくらいマジックパワー使うんだ。おらおら、なるべく魔法使わないで仕留めたい。バラージ行きがけ。てかクロマ同士もレベル上げていかないと魔法使えないのか。炎のロット、絶対こっちの方がいい。よし、属性強化火。あ、ファイラにしようかな。じゃあん、どっちだこれ。左の階段の方が左の宝箱に通じてそうだけどな。これでいいや。痛い、狙われやすくなった。これ2発食らったら死ぬぞ。なるべく早めに仕留めるんだ。やばい、危ねえ。行きがけ。ファイラ弱い。ブリザラ、あ、強い。背中にマジックパワーという代償を使うから。ケアルダ全体。よし、もう162しかないよ、マジックパワーが。これで宝、あれ、残り2つ。癒しの杖、あそこの、ま、あ、そうか、あれか。青い宝箱か。なんかすぐ忘れちゃうな。真ん中って何があんだ。右側って何があるんだろう。
ちょっと右の階段を攻めましょう。おお、フクロウちゃんだ。こいつらはグライン使われるとやばいな。ストップ、なんでポーズを取ってストップするんだバラージー、行きがけ、よし。これは魔法戦士よりも強力な物理攻撃キャラクターの方がいいね。復活ゴケ？復活だけか。マジックパワーの消費が激しすぎるからちょっと厳しい。おお、いっぱい出てきた。これをどうしよう。ヘルハウンドはな、攻撃が早いからな。まあいっか、結局めんどくさい。ほら、行きがけ、行きがけ、リベンジャー、開いた。結局車同士は素早さがないから最後になるな、これ。さて、回復回復、ケアだケアだ。なんかマジックパワーが半分になるやつとかないのかな。どう考えても消耗しすぎでしょう。ここで、この先は危険だぜ。テントで休む。当番はマグノリアか。何の当番？ご飯の当番。よし、なんか買ってこう。お、15,000円ある。なるべくね、アイテムがいいんだよね。ゼウスの怒りをちょっと買っとこう。大地のドラムももう一個か。 OK、 これでバッチリ。じゃあセーブをして、さあナイトか忍者か、どうせ犯人で揉めるんだろうな。いや、わからないけど。おお、みんな集まってんな。この強敵のうようよいる中切り抜けてきたのか、もう一般人みたいなやつらも。遅いぞイデア。え、来るの待ってたの？イデアさんはハインケルおじさんや。いや。では状況を簡単に説明する。被害者はタバカラレキオなり資産家としてこの部屋に一人でいるところを何者かに背後から。本当に暗殺じゃねえかよ。第一発見者はこの三人。まず。カラレ教のご婦人、ご婦人、そして現在のシュタルクフォート一帯、最後にカラレ教のメインバンク、エイゼン銀行。銀行もあんのかよこの世界。一回も利用したことないな。犯人は、ハームズ。あ、失礼。三人は同時にカラレ教の死体。はい、今日はこのシュタルクフォートを別主人と私、そして軍事マニアの主人が興奮して、私どもはご婦人を他の階にご案内しようと5階まで降りてきたんです。敵はモンスターがこううようよしてるところ買いに来たの、別荘として。まったく、あんな大喜び。さあさあ奥様。いいえ。いや、一人になったらお前モンスターにやられるぞ。それとも一人になっても。こんな要塞を別荘にしようとする。本当だよ、
モンスターだらけなのに。その若いご婦人もこんなところで一人になり。な、私にとって。あれ、早っ。やっぱモンスターがいたから諦めた。おおや。ええ。ちょっと一回りしてみましたが。俺も一回りしたらさ、そう言われてみれば死んだし、優雅。なるほど。いや、誰もってさ、モンスターはいるでしょ。そうなりますね。その、いや、モンスターだよ、モンスター。この片場の担当だ。会社の。犯人は。おそらく氷で。なるほど。致命傷は刺し傷だ。適当すぎだろこいつ。ワートソン君、さすがはホームズ。そのロープは我々。あ、はあ。なわけないじゃないか。勝者の。仕方あるまい。仕事の世話をしてやってくれと親に泣きつかれた、うん、大変だな。お前の方もそうなんだろ。くのいち探偵企業。え、どうすんの。とりあえずなんか話ができるな。カラレ教については、うん、引き続き営利目的と。はっ、壁はもとよりちゃんと、はちゃんと壁を叩いて。あ、いや、そんなことでよく調べたなどと言えるな。ハインケル鬼警部、いいか、どんな素材。ほっ、 おじさん、あのです。いや、ホーム、お前こいつ怪しい。部下が怪しい。気になった。いや、部下が怪しすぎだよ。あのか、はっ、スポート、カラレ教に土地と建物、銀行家の無利子積み立てしもと。二人の接点面識はなく、あの二人が共謀したのでな。犯人を示す物証は。なんでこいつらが考えてんの。カラレ教が死に。そんな。お前もそう思うか。いいか、俺たちが捜査の基本は手間と手数だ。なるほど。はい。すごい。機長おばさんには悪いけど、やっぱワトソン君。いや、でも公務員の方が絶対給料いいと思うんだけどね。ちょっとわかんないけど。探偵ってどうやってこう儲けてるんだろうな。あんたが私立探偵とはね。で、相変わらず無口。今の時点で分かっているのは、被害者は争うことなく背中を一つ、いいもの、つまり今日初めて顔合わせをした GNC 氏は該当した銀行家の無利子積立氏もおそらく違うだろう。見るのが自然ではあるのだが、確証があるわ。What in the...すごい。久々に聞いたけど。ああ、どうやらこれが沈黙の苦悩。でも貴教、あの夫人の細腕で。そうですよ、貴教おばさん。あんたは黙っ、私はあんたのような手だれじゃないと無理なん。え、今日は背中から心臓を深々と貫かれている。手入れで深く突き刺すにはおそらく両手の刃がどす黒く変色していて、したことを証明し、犯人は今日にかかった形跡がある。武器の手入れが悪く、凶器の特性至っている。犯人はこと殺しにか。あんたの仕業じゃないってこと。そして依然夫人が一番金目当て。お、怪しい部下がいる。重要参考人として我々の管理。そうおっしゃるのも理解。手荒な真似はしたくない。すごい洞察力だ。ハインケルおじさんには悪いけど、やっぱ直感一発で勝負する探偵の道。直感で勝負してんの。そうは思わないか。哀れなものだな。いくら重要参考人とはいえ。仕方あるまい。見いいか、夫人をしっかり見張ってるんだ。ホームズたちはどうする。いいって感じだな。私たちはもうしばらくこの。よし、わかった。ああ、すいません。はあ、やれやれ。ホームズは何なの。探偵なのこいつも。あれ、一人残ってる。見張りか。さっきこれを。何何、
階下を調べてみる。なるほど、下の階を調べてみるってことね。おい、そっか、大丈夫か。夫人は降りてきてないよ。ふんふんふん、また話すのかよ。あ、聞いたわ。そんなことも。母親が十分。でも、むしろそうだな。私が感じてる広告原水。それで進路は決まった。いや、慣れるのこれ。どちらもこう死刑に入って徹底的に組織、持ち前の直感力を生かして。イデアさんは、さあ別な言い方をすれば、はい、選ばなかった方が殴り込んででも止めに来そうだ。そうでしょう。おじさんもおばさんもむしろ選ばれない。ふーん、なかなかの洞察力。まあ、はいはい、頑張って。まあなかなか頑張ってる感じはしますね。どうせ敵出るんでしょ、またこれ。まあモンスターには出くわさなかったけど。ホームズと、いくら相棒同士とはいえ互いの領分は。領分？事件を直感で推理するのはホームズ。まるで、た、でも確かあなたの家系。てかこちら二人でやっていけばいいじゃん。ホームズのじいさんが世界的に有名な私立探偵で、ホームズの父親が、ホームズの母親が著名、ホームズの家系が一流の推理一族、あのハインケル警部や名探偵。まあこんな話。ホームズが、さあ、そう、ホームズといる時と、ん？どうするんだそれで。上行けばいいのか。あ、ここに人がいる。銀行員も大変ですね。ちょっとセーブしとこう。なんか死んだらまたこれ見ないといけなそうだからな。上に行けばいいのかな。あれ、何、どうすればいいんだ。もっと下へ行けばいいのか。敵が出なくなってる。お、こいつは？おお、いるいるいる。こいつか。あ、なんで俺が片田舎の警部なん。はい。心配するな。お前が心配するようなことは一切ないと、そう言っている。まあ時期が来たら片田警部。ちょっ、わかった、今行く。はい。なんだ。うん、そのこのオーダー、そう、全然身軽じゃないな。大変です。どうした。まったくだ。金目当て夫人が。何、金目当て、金目当てだったのか。物音がしたので駆けつけてみたところ、自分でレイズだ。胸を刺し貫いて。レイズを使ってあげるんだ。面倒なこれ。意地がなくな。さあ、金目当て夫人が殺。おう、渡す。お前が一番遅いぞ、ホームズ。金目当て夫人。何、なぜそう思うんだ。いわゆる一つの第六感と言いましょうか、きらめくひらめきと言いますか、あの、そのきっと犯人はこの長机の下とかに。ホームズ。お、手紙が置いてある。書きつけだ。愛する。いや、これはきっと何も挑戦してない分。いやいや、き
っと新手の一行じゃん。あーうるさい、操作は一から。え、また面倒くさいな。ねえハインケル、これだけ探しても密室。市長、あんた黒金の刃、黒金の刃の隠密部隊を率いていた私はこの砦を使用していた頃と比べると何箇所か回収された形跡が。なるほど。うん、よしお前ら、はっ。なんだ、ジーヌさんに聞いてみましょう。なるほど、それはいい意見だ。誰、ジーヌさんって。あ、地主さんね。私の手に渡る前の話ですか。当時のここ多分、うん、絶対にあるさ。だってそうだね、学生だった僕らにとってみればいい給料だったからね。え、何が。よし、お前はジーヌさんの事務所へ行って当時の改修工事に。お、ワトソン怪しいぞ。ここに何かあるのか。なかなかあれだったら地道な組織。そうでしょうか。警部を目指して地道な組織捜査で、それとも目まだま、お、ここで選ぶのかよ。どうしよっかな、ナイトにするか忍者にするか。忍者だと二刀流がな、できるからな。忍者、名探偵を目指せって言うと警部と戦うんでしょ。警部を目指せって言うと桔梗と戦うんでしょ。それでいいんだよね。じゃあちょっと忍者が欲しいんで。お、なんだワトソン。ホームズ、あんたは今は直感に頼って、こまずは集団に加わって、そうすればきっと。そうか、僕ハインケルおじさんの元で警部を目指して頑張ろうかと思います。自分の意思じゃねえなこいつ。自分の意思で選べよ。桔梗、血のつながりなどほとんどない当園のボンクラ小僧の就職の世話を頼み込まれて、いやいや渋々で目をかけてきたというのに、この恩知らずの根気。イデアもイデアだ、どこまで先見の明のない不死者と戦ってまでもこのホームズに警部な。悪いな、俺は忍者のアスタリスクが欲しいんだ。あー、ないと。そうか、両手持ちがあるのか。でもな、二刀の心得がなあるしな。スピードも速い。うん、いいね、その通り、戦ってやる。もう沈黙のくの一探偵ってとこ。とりあえず調べよう。こいつどうしようかな。間違えた。エアドラから攻めていくか。まあ弱点はなさそうだけどな。エアドラ調べる。弱点なーし。2万か。めっちゃガードされてんな。何かをやらかしてくるか。ガードしよう。おお、攻撃も結構きついな。攻撃回避か。こいつで解除しとこう。で、回復。ケアルダでマグノリアと。いてー。ミス。おい、いたー。なんだ、何を食らったんだ。あ、そうか、攻撃を回避すると反撃してくるんだ。なんてやつだ。精霊技、物理攻撃にデフォルト貫通能力した。あ、いいなこれ、常に攻撃ができるぞ。で、イデアはフェニックスの方で生き返らせて、こいつの攻撃に入ろう。剣技、劣化のウルフ、ウルフファング、バイソンホーン、ウルフファング、オッケー。開いたー。
くらいくらい。よし、デフォルト貫通バラージ行きがけ。一応ガードしとこう、死ぬ可能性があるけど。ケアルだ。めんどくさい。さてどうする。アイテムで攻めよう。ゴムのかけら、これなら大丈夫でしょう。デウスの怒りで、イデアはちょっと回復に走るか。で全体と、でティズも、大地のドラムと、えだ反撃のバイソン倒されてるし。お、そうか、これで向こうが切れたな。おらおら、押せ押せ、デウスの怒り。おお、バラージ効くんだ。攻撃力上がってる。今いくつ、あと6335。どうだろうな、いけそうかな。いいや、攻撃しよう。こいつも、南極の風。イデアも魔法でいこう。まあ、適当にサンダラでいいや。で、キズも、あと残ってんの何？これ天狗か。よし、行け！あいだ！いいだ！死んだ！天狗！天狗！これで7死28。いけるか？バラージ！いいぞ、バラージ！うおぉ！強い。ユーが死んでるけど。これぞ、金に物を言わせた戦い方。疾風のかんざしだって、いいね。素早く上がりそうだ。結局犯人誰だの？忍者。探検だな。まあ、まずは二刀流を覚えることから始めよう。おお、すがすがしい。そうさ、もう。君は僕がハインケルおじさんの組織捜査に傾倒していくのを嫌がっ、それは君が2年前この砦に、2年前の君はあの部屋の何？お前が名探偵などに憧れているうちは、天性の洞察力とやらがスタンドプレーを捨てた時、俺に卑怯は。さあな、そんなことに答える義務は。え、卑怯じゃないのか。だってアスタリスク手に入れたよ。こんなところに抜け穴が。え、なになになに、なんかめっちゃ早いんだけど。結局卑怯はフォート内の別の隠し通路で発見し、うん、やられたのか。卑怯人質に取られたという真犯人の偽情報でおびき出されたんだって。あー、なるほどね。タバカラレ教の殺害は金目当ての単独犯だったらしいです。ほうほうほう。でも金目当て、そもそもあれが自殺、ワトスンによる殺害も十分にありえるが。あ、ホームズ、湯の花死刑に入ってハインケル、いやハインケル警部のもとで。そう、おお、鍛えられてんな。これから市中を巡回しないといけません。頑張ってね。警察なんてどこにあるんだ、ここの町に。のんびりした挨拶して。あ、俺の下に来てから以前の鋭さっていうか、そういうのがなくなっちまった気がするんだ。このまま組織の中に埋没してしまう。さあ今日道案内って。
私があの場でした判断は毎回これだな。本当に正しかったんだろうか。毎回こいつなんか悩んでるな。どうだろうね。あ、こっちも全部で4つ。あいよ。鬼警部シリーズ1、裏切りの友。これ続くの？よし、ちょっと忍者を見てみましょう。ユウ死んでるけど。忍者忍者と。ジョブチェンジはしない。二刀流の心得。うん、複数の装備をした際、通常攻撃は、50% 分しか反映されないけれども 100%。 お、これってもしや頭とかも大丈夫なの？ちょっとわかんないな。二刀の心得ってどこで覚えるんだ。ここか。騎士改正って何？うんうんうん。攻撃回数の上限が16回から32回に増える。すげえな、倍じゃねえか。よし、とりあえずちょっと宿屋に寝て優を蘇らせよう。復活しろ優よ。よし、というところで、まあ、ちょっと夫人の死が謎のままですけれども、まあ、忍者のアビリティを手に入れたんで、今回はこれで終了したいと思います。